はい、今日の J-POP スクールはですね、偉大な作曲家作詞家を紹介する月間ということで、杉山浩一さんを、紹介してますけどね、皆さんからメールもたくさん来てますね。美和さんは J-POP スクールです、杉山浩一さんですねと。杉山さんといえば競馬が趣味なので JRA のファンファーレが一番に思い浮かびますって言ってあるんだね、やっぱりいろんなファンからさ、ゲームファンも、あ、これか、大樹さんはですね、杉山さんといえばアニメソングですと。テレビアニメのドラクエ、大の大冒険、伝説巨人イデオン、サイボーグ009編曲ですね。アニメじゃないけど帰ってきたウルトラマン、タイガース、エガロ、ビレッジシンガーズもあると思いますが、アニメソングもよろしくお願いします。そうですよね、すごいね。これゆり子さんもそうですね。杉山さん、ドラクエちょっとしかやったことありませんけども、それでもあの曲は強烈に記憶してます。ゲームからの耳コピーですが、あれを弾いたらつかみは OK みたいな。ああ、なるほど、鍵盤でね。ああ、そういうのあるよね、あの誰もが知ってるみたいなね。マロニャンマモさんもそうですね、ドラクエの曲が流れ、小児科勤務の時は BGM でドラクエのテーマを流して強い子たちになってもらおうとしてましたですね。新井学君はまだカタカナしか読めない子供の頃あったんですね、新井君のそういう時代がね。カタカナしか読めない子供の頃、帰ってきたウルトラマンのオープニングのタイトルバックに流れていた数々の名前の中で杉山浩一という名前だけは読めました。ひらがなだったからね、杉山浩一。それがリアルタイムで初めて聞いた杉山さんの曲でした。子供心にウルトラマンやウルトラセブンの主題歌かっこいいとは思えなかったんですが、帰ってきたウルトラマンはかっこいいなと思ったもんです。おお、杉山先生聞いたら喜びますね。はい、カメラの1台ぐらいボンってくるかもしれない。来ねえつうの。あ、でもカメラの話、一回そうだ、杉山先生のとこに俺カメラ見に来たいなって話したことあったな、それっきりになってたわ。今度電話してみようかな。え、ねえ、そう、あのね、どんなコレクションしてるのか見たいなって言ったら、そうだ、思い出したわ、そうだそうだ、よし、今度見に行こう。さあ、それではですね、タイガースと来たらというふうに、さっきね、タイガースの後にいろんなグループサウンドがあったと言いましたね。ダイナマイツとかね、ビレッジシンガーズ、ジャガーズもある、シャープフォークスもありますね。なんとスプートニクスにも書いてるんです、涙のギター。涙のギター、タタララタランダララララララだっけ、違ったっけな、知った。ペドロ&カプリシャスとかカーナビーツにもありますね。他にもですね、あとは安倍静江さんとか、由紀さおりさんとか、倍賞千恵子さんとか、森山良子さんにも書かれてますね。森田健作さんにも書かれてます。うん、今日はちょっと GS 続いてるんで、じゃあ GS 続けましょうかね。はい、この方々も杉山先生の歌で大ヒットして、その後またねリバイバルでヒットしましたよね。はい、じゃあオリジナルの方で聞いてもらいましょう。ビレッジシンガーズで甘い色の髪の乙女。うん、ビレッジシンガーズ、甘い色の髪の乙女、独特のコード進行をうまく使う人ですねっていうのは、そんなこと言ったら怒られちゃうけども、この当時としてはそんな感じがする。ギター一本で弾くにはね、もうちょい簡単な曲が多かったと思うな、この60年代後半っていうのは。メロ先行なのかな、ちょっとわかんないけどさ、愛の微笑みの青い空、タラララララダリは寄り添う、この音もね、寄り添うとかもそうだしとかね、あんまなかったと思うよ、その当時は。いや、今改めて杉山さんのそのね、凄さというかね、時代の先取りといいますかね、そんな感じが見受けられましたですね。それまでほら、作曲家とジャズ出身の方々が多かったもんね。日本のポップスとか歌謡曲を作ってこられた演歌かジャズ系の方ですよね。杉山さんどっから入ってんだろうね。クラシックとかも、あ、
クラシックとかから入ってるの、東大だからな。東大関係ないか。東大教育学部、教育心理学科。その辺でもちょっと異質ですよね。ね、フジテレビ、文化放送からフジテレビ。面白いな、人に歴史ありですね。はい。いつ頃からカメラ集め出したんだろうな、気になるな。はい。ってなわけで、僕らが一番身近だったのはやっぱりガロですよね。あのオリジナルを作って日本のクロスビー・ストレス・ナッシュ&ヤングと言われていたガローのファーストアルバムを聴いていた僕らはですね、2枚目のガロ2が出て、はってみんなで、あってなったんですね。それはやっぱり何でしょうね、その楽曲の良さとかあのうんぬんじゃなくて、イメージ、ガロっていうイメージなんですね。ガロがこの曲かよっていうのを当時のガロファンだから、あのヒットした後のガロファンじゃなくてですね、ヒットする前の日本のクロスビーって言われていたアコースティックギターでマーチン D45 2台、駆使してあんだけの、 あのアコースティックでロックをやっていて、三声のハーモニーでね、そのロックフェスにもいっぱい出ていたガロがですよ、はってなったのはこの曲だったんです。しかもそれが杉山さんだったんですね、作曲が。と思って、タイガースとかね、そのそれこそグループサウンドを作られていた人だったんで、ガロじゃないだろうなんてね、その頃ガロファンはね、あの思ってたんですよ。やっぱ洋楽ファンだから。だけどそのガロファンの心配とかですね、危惧をよそにですね、大ヒットするわけですよね。だから当時のロック寄りのガロファンっていうのはいかに保守的だったかっていうことですよね。ガロっていうイメージがさ、やっぱりあのアコースティックギターでクロスビーで三声のハーモニーっていうのにこだわってたんだろうね。まあそれがまあなんていうんですか、そこが好きだったからその支持はされてたと思うんですね、ガロがヒットしなくても、最初の頃。だけど一般的にやっぱりガロのヒット曲はっていうと、もうやっぱり君と、ああって思ったもんですよ、みんなで。本当の桜井も高見さんも俺も当時のガロファンはみんなでね、アルバムの3曲目に入ってたこの曲に対してはですね、1曲目はね美しすぎてって曲で、村井さんの曲だったんですね。それはまだね、ガロの流れがあったんだね、それまでのメジャーセブンで。でもね、学生街の喫茶店だけはね、ガロには合わないってみんなで言ってたの。そこを見抜いたのは吉田拓郎さんなんですね。あの人がパックインミュージックでこっちの方がいいじゃないかよっつって、ひっくり返したんですよ、 AB 面。それで絶対こっちに売れるよっつってかけてたんです。で AB 面ひっくり返って売れたと。その辺はやっぱり吉田拓郎の感性というかアンテナの鋭さだったんだなと思いますね。僕らみたいなのはやっぱ素人の保守的なにわかなんでしょうね、音楽好き、ギター好きの単なる、なんでしょうね、あの融通の利かないファンだったわけですよ。はい。その学生街の喫茶店が売れて、ね、ガロが、まあ、市民権を得たといいますかね、認知されて、まあ、僕らにとってはちょっとだからそういうことがあったんでね、ガロが変わっちゃったんじゃないかなとかですね、いろいろ寂しい思いとかちょっとあったんですけど、でもコンサートを見るとまあそんなに違和感なくですね、自分たちの、アレンジ、アコースティックのアレンジでも学生街やってたし、その後の活動を見るとね、やっぱガロが一皮そこで違うタイプの音楽をやったことでですね、音楽性は広がったような気がしますね。いろんなまあ解散はもともとする予定だったみたいなんですけど、まあ何年か伸びた分で、そのガロのいろんなパターンの曲が聴けたっていうのは、やっぱりこの曲の功績は大きかったなって今になってみるとやっぱ思いますけどね、学生街の喫茶店。ですが、今日かけるのは、残念ながらその学生街のですね、次に出たシングル、これも杉山先生なんですね。こちらはもっとね、マークの声を
生かした歌謡曲というかグループサウンズになってるんですね。今思うとね、グループサウンズが廃れて3、4年しか経ってないんですよ。だからまあ当たり前っちゃ当たり前なんですよね。今の3、4年ってあっという間じゃないですか。でもこの頃僕ら学生だったから、なんだよグループサウンズじゃないかとか古いくせえなとかって思ってたけど、今思うとね4年とかなんですよね。68年から見ると、この曲は73年だから5年しか経ってないですよね。学生会が72年だったかな、4年だ、4、5年でグループサウンズからガロになっただけですから、そういう流れでいくと全く違和感が本来はなかったっていうことになるんでしょうね。はい、ということで、ガロで第2弾でしたね。シングルのヒット曲としては君の誕生日、いい曲だよね。君の誕生日好きだな。 C マイナーじゃん、やっぱりボーカルさん D マイナーで高いって言ってんですよ。だからボーカルさん D マイナーじゃないですよ絶対に。 B マイナーか C マイナーでしたよって言ってんのに D マイナーで歌うから高くなっちゃうね。君のーだもん、高いっつも。はい、今日の J-POP スクールは偉大な作曲家作詞家を紹介する月刊、まずは杉山浩一作品をご紹介しました。